戸田三谷戸田三谷明治24年10月28日は、幕末の大垣藩が老。戸田県大部下、第七代。通称は、権之助、三谷。忌み縄貫徹。父は、戸田明哲。子は、戸田三五郎。文政五年に1月16日、大垣藩が老戸田と出小鉄の子として生まれる。聖家は、初代藩主戸田四哲の七男。 李鉄を初代とする藩内の名門であった。天保五年、初出資する。天保十三年、父の隠居により、家徳と治療宣告を相続する。慶応二年、第二次徴収政党に藩兵を率いて出陣する。家老翻訳となり三百国の家造を受ける。明治元年、母親戦争において、大垣藩が、東山道戦法の命を受けると、藩軍自総裁として、 藩平を率い、東北で戦った。明治2年、大垣藩が、母親の功績により、小天六三万国を受けた際に、千国の家造を受けて、治療を二千三百国となる。新政府に出資して、造兵局上、明治3年に、鉱山大輔となるも、同年に関を辞して帰郷する。明治十一年、第二十九国立銀行創立の際に、北起人、 取締役となる。明治24年10月28日、農美自身により死去した。去年70、明治42年、生前の功績により造成語位。ありがとうございます。